だから4代目と5代目のイメージしながら走んなきゃいけない、チェイスって。だから、僕がいる、あ、ララクロフトのやつがある。これ使ってみたかったわ。早くなんのこれ。今は使わないけど、ここ一番で使おう。早くなんの？パーセントってどれぐらい早くなんだろう。ララクロのやつが、トラッパー、トラッパー、トラッパー。トラッパーだよ、トラッパーだよ。トラッパーはもう近づりされたらさよなら。なんか入ってるけど必ずしもルインとは限らない。見事だよ。あのペナルティー食らってろっていう、まあ、切断の方がチーム状況によっていいのは、切断は人が減らないからね。もがいてやめると人が減るからね。あるのか、アグラを。ちゃんの課金と家庭ボットになられてもさ、地下釣りならわかるけど地下じゃねえじゃん。地下吊るされてから絶望してくんねえかな。もうやっぱりこっち頭がいたデスハウンド、デスハウンドは小悪魔セーブルちゃん、小悪魔セーブルちゃんは一応何の設定でここにあったわ。バクヤ、俺さ本当にもうデファイアやって助け合う大切さを知って、聞き物しねえから分かんねえわ。デスハウンドってこれ変わったデスハウンドじゃねえよな。パンチ深いなってっけど。これヒステリー超高度。これ、あれ？これバージョン変わったの？違うな。デスハウンドはね、無限に、吊るされるまであれになるんだ。違う。違うやつがある。そこにね、トーテムあんだわ。なんだろう。ルインなの？なんだろう？違う。こんなに守り固めてねえから。せっかくララクロちゃんのやつ使いたかったのに。あいつ、ネアって気づかない？ね、あれか？もしかして。ヒステリーとか、症候群とか。ヒステリーなんとか名前出てこない。してんのよ。あ、トーテム。小屋のあたり。もう、なんとかしよう。やば。いや、もうこれ、ウルトラレア使ってんじゃん、もう。あ、ベリーレアか。やっぱ、ベリーレアじゃん、これ。
ベリーレアの砥石じゃん、これ。もう、ほんと腹立ってくるわ。回し切ったからいいけど。そこ回して、もう今の時間使って、もう。砥石の紫使ってんじゃん。モデファイアでガチが、ガチで来てんじゃねえよって話で。モバイルじゃあるまいし、ガチで来てんじゃねえよ、モデファイアで。俺も一人用がなんとか回ったから、あとは、あれ、と、あれ、アルカード、アルカード、アルカードが。ところが回ればいいだけだから。いやーもうネアカルトがひどいよこれ。テーブル狙われた瞬間もう走りしかねえだろ、目視して。真面目に言うけど秒争ってるゲームだから。こっちで走るしかないの僕らは。もうボットって働くわ。誰よりもボットって働くけど本当に役に立たねえな人間の方が。ずる賢いズルカールソンの方がいっていそう。血の番人、まさかの血の番人あるかもしれないから気をつけないと。これや、これヒーローちゃんデッドバースーパース気持ちいい。うん、あの本当そうですよ。野良の人ってね、あ、ちゃんとやってる人はもちろんいるのよ。何のためにこのゲームやってるかって人も逆にいるのよ。人の救助しないで発電機だけ回してんの。状況を見てほしいのよ。一人だけ元気だったら行かなきゃいけないし、救助すればリスクがあるから行かないとかなんでしょ。ちゃんと他の人の例えば配信とか見てほしいんだわ。救助するべき時には行かなきゃいけないし、発電機回す時は行かな、発電機回さなきゃいけないってなんと多分考えてやってるはずよ、上手な人たちって。うん、そう、元気な人が行かなきゃいけないし、だから全員でやんなきゃいけないんだよ。これはもうネアがやりたかったらやればっていう、ネアのが、ネアのもう我慢比べっていうか、なんかネアのしょ、ここ壊したかったけど、ネアがもう好きなようにやったらっていう、まあゲート開けたら、まあそっから、開けないと奇跡起こんねえから。罠がかかってなければ。ここまで気をつけるべきだけど、一発食らうよね。おう。よかった。あれ、知能恩恵。壊した方がよかったじゃん。二人気づいてるかな、知能恩恵に。知能恩恵だったんだ。うん。そこ守り固めてるのもなんか不思議な感じだったよ。一体何の影響これ。橋？橋なのかパシなのかわかんないけど、オーラが見えるやつでしょ。斬新の戦術。これ、これ面白いのはね、三つね、知能恩恵以外の三つはね、変わるんだわ。デスバウンドはさっきも言った通りね、探知不快になる。釣られるまで。あ、探知、あの、心音、あれだ、あれ。心音がしない状態になる。ガング食らってるみたいな状態になる。なんつったっけ？今は違うよ。ファジーはね、見えるやつよ、オーラが。
マジでも、パシってのもこれも変わってる。説明できねえ、忘れた。これはね、その板周りの6メートルだったから8メートル以内が見えるの。小さ、板が倒れてるところ。そのオーラが見えるの。これもオーラがなんか見えるはずだったよ。忘れたけど。今、勝ってよかったわ。あ、これからね。これからの、まだ未定だけど、8.30? アップデートのやつの。今後の、まだ今は、